でですね、カウンセリング担当いたします、八代と申します。よろしくお願いします。お願いします。 BS クリニックですね、来ていただいた目的といたしましては、体重の増減っていうところだと思うんですけれども、だいたいどれぐらい落としていきたいなっていうところを理想として今回来ていらっしゃいました。そうです、20キロぐらい落とせればなと。20キロですか？はい、思ってます。あのご自身でも今までダイエットとかのご経験はございます？前糖質オフのダイエットをしてて、はい、それで、10キロぐらいは落ちたと思っています。ただそこからまた戻ってさらにリバウンドしてるっていう状況です。じゃあ今はちょっとマックス体重になってしまっているのかなっていうところではございますけれども、先ほど測ったあのインボディ結果なんですけれども、ちょっとこちら一緒に見ていただけたらなと思います。今ちょっとこの体重に対して筋肉量がちょっと少なくなっていて、体脂肪量っていうところがちょっと増えている状態になります。この形っていうのはですね、もともと C 型って言われている大体の方がここになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、どうしても筋肉量に比べて体重だったりとか体脂肪が多い方の方がほとんどでございます。ですとね、まずここの筋肉量増やしてあげて、ちょっと数値ですね、もうここをフラットにしてあげるっていうところをまず目指していくと、自然と体重と体脂肪量っていうところが同時に減っていくかなと思います。もともとこういった医療のダイエット送信の専門のクリニックってご存知ではいらっしゃいましたか？あ、そうですね、あの知ってはいます。ありがとうございます。どういったものを想像されてます？どういった内容があるかなとか。なんか機械を使って脂肪を潰すというか落とすみたいなイメージです。そうですね、あの本当に今言っていただいたような感じで、あの特別なあの最新の医療機器を使って、まあ、脂肪ですとか筋肉そちらにこうアプローチして、プラスでこう食事の内容なども変えていただいて、ちょっと全体的に体重を落としていきましょうという形になります。医療の機器でどういったものがあるかというところもちょっと軽くご説明させていただきたいんですけれども、この筋肉量のところですね、こちらに関しては、まあ、EMS という、まあ、電流を筋肉に流していく機械にもなるんですが、聞いたことってございますかね？あります、あのシックスパッドとかの、まさにそれの医療版っていう形になります。通常だと筋肉にアプローチすることしかできないんですけれども、まあ、当院で使っていく医療の機械といたしましては、筋肉と体脂肪も燃やしていけるっていうものになっております。男性なので筋肉わりかしある方ではあるんですけれども、カロリー数っていうのをちょっと上げてあげると、より体重ですとか体脂肪が燃えやすく、あと体重が減っていくような形になります。なのでまず EMS っていう機械を使って、まず筋肉量を元に上げていくんですが、これもう寝てるだけで大丈夫なんです。はい。で、体脂肪量に関しましては、体脂肪にアプローチしてあげる、まあ、送信の機器というものがございますので、まあ、そちらで特別にさらに強力にこうアプローチしていくっていうようなイメージでございます。筋肉だったりとかも量も増やして、体脂肪っていうところも減らしてあげることができます。で、同時に20キロ、これちょっとこう、まあ、いきなりっていうところではないんですけれども、ちょっと目指していけるかなとは思います。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。MKさんいかがですか？結構効いてる感じあります？効いてる感じすごいあります。結構グーグーと動きますよね。はい、はい、これ今もう一回腹筋がですね、もう3万回しているような状態になっているので、もう寝てるだけでその同じ効果が得られるんですよ。これご自身で腹筋30分で3万回とかできます？全然無理です。これも寝てるだけなのでね、そこはもう楽にちょっと筋肉をつけられるかなと思います。ありがとうございます。この施術の後にですね、もしかしたらちょっと筋肉痛
がちょっと来るかなと思うんですけれども、あの自然とそちら収まっていきますので、あのご安心してください。で食事をですね、あのこのあと 1,2 時間ほどはちょっと控えてはいただきたいんですけれども、タンパク質、あのプロテイン、そちらはちょっとあのたくさん飲んでいただいても全然問題ございませんので、一緒に飲んであげることで筋肉がよりつきやすくなってくるので、はい、ちょっとぜひ試してみてくださいね。わかりました。